皆さんこんにちはレックス任講師の根本ですここではレックの直前期の講座それをご紹介していこうと思いますレックの直前講座これがラインナップになっておりますいろんなメニューがあります改正対策予想一般的な卓位対策一般的な期日対策ではそれ一本一本見ていきましょうまずは改正対策です でこの改正対策については、しっかり時間を取ってやりたいか、コンパクトにまとめてやりたいか、まずここで分かれてきます。コンパクトでまとめてやりたいという場合は、上2つです。改正ポイント、最終チェック講座、は私の講座です。もう1個、債権だけに特化したい。それが1問1答で確認、改正民法セレクトという講座になります。 全般か債権だけか、もうちょっと時間を取ってやりたいという方のために二つ、一日三十分携帯使用し完全攻略マスター講座、根本がセレクト足別問題から学ぶ改正民法講座、このように分かれています。では次にこの四つなんですが、インプットメインなのかアウトプットも入ってくるのか。 ていきますと上二つはインとアウトまんべんなく入ってきます下二つに関しては特に下の方下は新作の問題え特に小試験等の問題を使いながら新しい問題メインに勉強していくのがこの下の方の講座になりますこのあたりで改正をざっくり見たいのかしっかりやりたいのかインプットだけでいくのかアウトプットもやりたいのかで分けてみてください では次は予想講座を見ていきます予想については卓一、期日、そしてマイナー科目それとは別に時間を短いか多く取るかというものがありますまず短い時間でやるものが上3つですしっかり時間を取るのが下2つになります でまず上3つのうちの2つから択一について短い時間で予想部分をしっかり聞いておきたいという方が一予想論点総まとめ講座でこの均一バージョンがその均一の予想論点チェック講座になりますで択一の部分については特にマイナーだけマイナーだけ時間ないからそこに特化して予想が聞きたいという場合は真ん中 マイナー科目、これだけ聞いて点を取ろうという講座になります。次に、ある程度時間を取るという講座に関しては、下2つ。室内予想論点、ローラー大作戦、赤松式均一山手講座、花子とえ太郎と花子の事件簿2020になっていきます。このように短い時間か多く時間取れるかで分けてみてください。 では次に、それとは全くか、えー、別個に、卓越対策。一番上、え直前卓越、し、え、も、ー、り込む講座え。これは数多くの過去問から、この問題をやっておくといいよ。運の講師が厳選したもの、一つの問題で五問以上の価値がある問題を使いながら、派生論点を抑えていくという講座になっています。次、最後の最後は単純暗記になります。その単純暗記を、 ちょっとでも、ね、楽にするそれが、えー、森山講師の「暗記の力技 100+25」になりますそして残る2つ多くの受講生受験生が苦手にする部分商法商答法不等法の総論そこだけに特化した卓一対策も用意しています、はい、で今度は一番下「禁止対策」で禁止対策 についてですがまず解き方関係のものが解き方関係のものが一番上と一番下です一番上と一番下まず私が担当するもの答案構成用紙ほぼ使わない根元の解放手順というものです構成用紙を使わずにどれだけ合理的にどれだけ短時間解いていくかそれをお見せしていきますまたそれ以外にもいろんな解き方がありますいろんな解き方をご紹介する これがこの一番下の自分に合った記述の解き方を探る講座というものです。答案構成用紙をがっちり使う、ほとんど使わない、部分部分使う、それぞれの良い,い点、悪い点、またそれぞれのやり方、えそういったものを説明する講座です。そして真ん中、一問でも記述問題を多く解きたい、そういっため方のために、 全部で20問、不動産10、商業10、合計20問、えこちらをごえの問題をつけているのが、こちらの記述式20問解いて論点を確認する講座になっております。以上がレックの直前講座のラインナップです。ご自身が足りないもの、ご自身がやってみたいもの、ぜひチョイスして選んでみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。